はい、おぼちゃんです。こんにちは。久しぶりにね、ちょっと買い物のついでに秋川のとこに来てます。まあここはねちょくちょく来るんだけど、まあ今日はね本当にこんなクロックスで来てるんで本当に散歩程度なんですけど、まあ今日はねこんな感じで、ちょカメラ切り替えようか。こんな感じでね、ミニマムな石をねちょっと見てみるのもたまにはいいかなと思って、来てますね。意外とね、おお、いい模様してんねこれ。普通に大きいけどね今日はこんな感じ、ちょっと小さいやつをね、何個か見つけてみようと思います。まあ天気もいいやね。はい、ということで、まあ本当ねプチ散策ですね。サクッとやってみました。よくわかんないですねこれね。何ですかこれ。まあ、これはよくある感じですね。まあ、これが青緑っぽい感じのやつで、まあ、これもね真ん中に脈が入ってるやつですね。これもね、まあ、カラーリングというか色の感じが良かったんで、まあ、これも多分まあ石英か何かがハイブリッドですね。これも色の感じがねなんか面白かったんで持ってきました。これは模様ですね、完全に。これはもうね、なんかおにぎりっつうか、磯辺焼きみたいな。まあなんでこんな風に入ってんだっていうね。この感じ。誰か塗ったんじゃないかっていうぐらいのね、色してますけど。はい。これもね、島がすごい緻密で、綺麗だったんでね、持ってきました。後でね、じっくり観察してみましょう。それでは。